願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。かっこいいでしょ。すげえかっこいいっすね。ありがとうございます。これ誰かに頼んだとかじゃなくてですか？そうですね、これに行き着くのにデザイナー3人変わったんですよ。それくらいもうとにかくあのロゴはこだわろうというので、まあ、ようやく落ち着いた感じですね。なんかこうその名刺の裏だけで我々が何をしたいのかとか、どういう会社なのかというか説明できるようにしたいなと思って、ね、高校生から大学生が中心となる、チャンネルなので、登録者はもうほぼ20代が中心なんですよ。で一応新潟就活チャンネルという名前の通り、まあ、新潟に縁があるとか、もしくは新潟で就職したいとかですね、そういう、まあ、新潟に何かしらこう縁がある人たちが登録してくれているチャンネルで、基本的には、まあ、就活のお話をそこで基本的には出してるんですけど、今回はちょっと特別編みたいな形で、まあ、就活っていうよりもなんかキャリアみたいなところでですね、少しお話をいただきたいかなというふうには思っています。だからも仕事にこうご自身が考えられて歩まれたりそのあたりの方法とか、あと現在その、まあ、映画とかキャリアというものをいろいろ考えていく中で、何かこうお二方 のプレースタイルとかプレーとかに何か影響があるのかないのかとか、あとはその今後どういうことを考えていらっしゃるのかとか、そもそもそういったエマップみたいなものをかけられた経緯とかですね、何かそんなのもお聞きできたらありがたいかなと思っています。これ YouTube の雰囲気的にはどうなんですか？明るい感じの結構なんかしっかりというか、 YouTube 的には実はしっかりなんですけど、あのそこは気にされなくて今真面目なこと言うとしちゃうとなんか硬くなっちゃっていいよ、おもろいとか言えばいいじゃん、逆に言えばいいじゃん、言えばいいじゃん、言えばいいじゃん、そういうのやります、全然面白いこと言っていただいて、全然構わない、いやもうそれのキャラクターが全部見てたと思う、うん、そのほうがいいですね。あ、そのほうがいいです。はい。ぜひ。就活したことないからね、合わせらんないから。はい、あ、そうですよね。そのあたりはまた振ってくれるんで。はい、そうですね。すみません。ありがとうございます。じゃあ本番5秒前。5、4、3。こんにちは。モザイクアーク代表杉田です。なんと今日はですね、この新潟就活チャンネルにスペシャルなゲストをお呼びをしております。まあもったいぶってもしょうがないので早速お呼びをしたいと思います。スペシャルゲストはこの方です。どうぞ。サルベイツニアの篠田選手、そして田上選手です。お願いします。そして若干ついてきてしまいました、営業部の野沢さんです。こんにちは。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。立ち向こうするよね。大きくなったね。